にちはです、パパ。奥のテーブルでトランプをやっている人がいるんです。そこがすごく盛り上がってて。ポーカー？パパはやったことありますか？お、なんだキルト、ポーカーをやるっていうなら。ポーカーやるの？だったら私も入れて。おお、構わないぞ。人数が多い方が面白いからな。さあ、勝ったら何がもらえるの？商品は？そうか、考えてなかったな。店のメニューから何か一品。そんなの全然嬉しくないよ。ひどい言われようだな。じゃあ何にするよ。お金をかけるのはダメだよ、キリト君。だと言う。ご褒美ですか？パパを一日独り占めできたらとっても嬉しいです。いいじゃんいいじゃん、商品はそれに決定ね。話は聞かせてもらったわ。当然私も参加させても。はいはい、私も参加します。私もやります。ちょっと待った、この流れで俺が参加しないってキリトの独占権を奪って存分にこき使ってやるぜ。私も少し興味あるから参加するわね。よし、わかった。優勝商品はキリトの独占権で決まりだ。ポーカーって話だったが、人数が多いからな。カジノでよくプレイされているテキサスホールデムを元にしたポーカーにするのがいいだろう。手持ちのチップを使い切ったら脱落。最終的に一番稼いだやつが優勝だ。これ以上やりたくなかったらフォールド。受けて立つときはコール、賭け金を上乗せしたいときはレイスと叫ぶんだぞ。ルールは分かったか？んじゃ。私もフォールド。私の番ね。これならほぼ間違いなく勝てるわ。勝負するっきゃないでしょ。よーし、私は全これで勝てなかったら脱落なんだから、なんとかなってよ。コールコール、もちろんだよ。ふっふっふ。ショーダウン。それじゃ手札を見せてくれ。じゃじゃん、ストレート。残念でした。キング、勝ちを確信しちゃダメだよ。何事も失敗の可能性はあるでしょ。悔しい。ピナ、どうしたらいいと思う？思い切ってレイズするべきかな。どうしよう。順番が来ちゃうよ。よし、全員終わったな。やっぱりダメだった。しょんぼりしないで、ピナのせいじゃないよ。負けちゃったのは残念。チップも減ってきたし、今回はみんな消極的だし、思い切って勝負に出るべと。何のこと？
キリト君こそ無理しないで降りた方。キリト君、無理は体に良くないよ。ショーダウン。ジャックのスリーカード。来たぜ、俺のところにも運が巡ってきたぜ。勝負だキリト、オール。ああ、いいとも。俺の手札は最強だ。キリトに勝ち目はねえぞ。降りるなら今のうちだぜ。なんで降りねえんだよ。しいところを全部キリトに持っていかれるのかよ。今残っているのはシノンだけだとしたら、オールインよ。うん、間違いない。コールな。クラブのフラッシュ。これで残るは私とキリトとシノンの3人。負けるつもりはないわ。はあ、勝ちたかったの。誰が勝っても悔しいだけだし、こうなったらキリト君を応援するしかないな。頑張ってください、キリトさん。カードを配るぞ。これは最強のカードと、どうしようかな。コール。じゃじゃーん、キングのスリーカード。やっぱりキリトはすごいや。負ける気しなかったんだけどな。あ、残念だけど私の負けよ。優勝はキリトね。え？キリト君、勝ったんだね。さすがパパです。すごいです。でもご褒美はどうし。そうだよ、商品が勝っちゃったら勝負。ここは再勝負。パパが私を独り占めですか。嬉しいです。うん、それなら。それじゃここらで解散か。楽しかったぜ。みんなお疲れさん。お疲れ。お疲れ様。何？なぜそんなことを聞くの？それを答えてもいいの？それを答えて、もし私が勝っていたら私が商品をもらうことなんて冗談よ。私の負けだった。信じるかどうかはキリト次第だけど。それじゃまたね。
らっしゃい。Thank you.
ちょっとこっち。まあね、あんたを待ってたのよ。さあこっちこっち。親しい感じだったし、結局あの人が何なのかはっきりさせた方がいいと思ったわけよね。さあキリトのナンパの手口が明らかになるわよ。でも一体何のためにキリトをつけ回していたんだろう。してんのよ。とにかくキリト君はいろいろ気をつけること。よし、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 よし。
パパ、嬉しいです。